どうも、こんにちは。沖縄アイスファイトップチームのトレーナーをしてます。須藤亮です。よろしくお願いします。はい、では、今度は、内転筋のストレッチになっていきます。内転筋といっても、またいくつか種類がありまして、大きく分けて2種類。本当は細かく分けると7種類ぐらいあるんですけど、内転筋っていうのは、真横についてる筋肉と少しももの裏に近いところ、少し後ろの方についてるもあの内転筋2種類あるので、その2種類を一気に伸ばしていく方をちょっとやっていきます。はい、まずはちょっと皆さんが嫌いな開脚です。この状態で開脚をしていきます。今ちょっとマットの幅でちょっとやっていきます。この状態からまずは後ろに持ってきます。後ろに少し重心を乗せます。こういう状態です。で、この時にかかとだけついて全然結構なので、内転筋伸ばしていきます。この状態でまず10秒ですね。10秒伸ばしていきます。で、10秒経ったら今度は少し前に持ってきます。今度は足のこの内側ですね、内側が全部床にくっつくぐらい前に持っていきます。この状態でまた10秒です。今はももの内側にある内転筋のストレッチです。これ10秒やったらまた後ろに持っていきます。後ろに持っていったこのポジションが、先ほど言った内転筋の後ろのちょっと方に、少し後ろの方の内転筋のストレッチです。また10秒です。で、10秒経ったら今度は最後に前に行った状態からさらに腰を落としていきます。アザラシのポーズですね。これをちょっと横から見ると、この後ろの方から前に持ってきて、さらに腰を前に持っていきます。よいしょ、こういう感じです。腰を、地面につけるように持っていきます。結構きついんですけど、ここまで持っていきます。この状態で10秒で終わったらゆっくり崩していきます。で、まあトータルこれに関しては、40秒ですね。後ろ10秒、前10秒、また後ろ10秒で、大前が10秒になっていきます。こうすることで内転筋、まあ細かく言うと7種類8種類ぐらいあるんですけど、それを全て刺激してくれるストレッチになってくるので、ぜひやってください。